皆様こんにちは。環中国へようこそ。11月18日のニュースを勅使河原がお伝えします。中国共産党第19期中央委員会第6回全体会議が終了してから5日後、中共公式メディア新華社通信は毛沢東鄧小平の時代に続く第3の歴史決議を発表しました。当決議は中共上層が激しい闘争と妥協を経た産物だとみなされています。決議の半数以上が習近平政権発足後の業績を称賛しており、毛沢東、鄧小平、江沢民が犯した歴史的な過ちについて軽く触れただけでした。また、決議の中で言及された台湾問題が注目を集めました。当決議の全文は約3万6000字で、習近平総書記が最も多く22回言及し、毛沢東は8回、鄧小平は6回、江沢民と胡錦涛はそれぞれ1回ずつ言及しました。この決議は妥協の産物だとみなされています。中共公式メディアの報道によると、毛沢東の指導的地位を確立した1945年の第一次決議と、文化大革命を否定し、鄧小平の指導的地位を確立した1981年の第二次決議について、中共のいわゆる歴史決議をどう見るかが議論の焦点となりました。習近平総書記のこの歴史的決議は、前の2回の決議を否定するのではなく、その基本的な論述と結論が今でも適用されているとしています。また、決議では毛沢東時代に行われた大躍進運動、人民公社などは過ちであり、反右派闘争も深刻だったと指摘しています。当決議は、毛沢東が当時の中国の階級闘争及び党と国家の政治状況を完全に誤った判断に基づき、文化大革命を発動、指導したとし、林彪、江青をはじめとする2つの反革命集団は、毛沢東の誤りを利用し、国に害を及ぼす大量の罪悪活動を行い、10年の内乱を引き起こしたと述べています。鄧小平が1981年に主催した第二次歴史決議と同様に、今回の決議は文革を内乱としましたが、指導者が引き起こした政治運動が反革命集団に利用されたことを強調し、毛沢東の罪を軽くしようとしました。さらに今回の決議では、中共党内の激しい闘争の内幕も明らかにしました。決議文によると、習近平は腐敗撲滅キャンペーンにおいて、周永康、白起来、孫政才、米計画などの元中共構想の重大な規律違反、違法事件を摘発しました。軍における反腐敗運動では、核白油、除再興、暴放棄、徴用などが摘発されたとのことです。習近平政権発足後、反腐敗運動を引き起こし、打撃された政界や軍隊の勢力のほとんどが、江沢民と宋慶興派でした。今回の決議で、周永康と白起来らが取り上げられ、構想派が危ないのではないかと考えられています。今回の決議で、平和統一、一国二制度を台湾に対する基本方針とした上で、反国家分裂法を制定しました。台湾独立勢力を断固抑制し、台湾問題の解決と祖国の完全統一実現は、党の歴史的任務だと述べました。台湾大学政治学科の明巨生名誉教授はこの前、希望の声に対して、習近平総書記の3期目の就任は、台湾問題を解決することを条件としている可能性があると指摘しました。明教授は、習近平は本当にそうするとは限らないが、このように条件付けなければ、彼は中共の党首であり続けることができないだろうと述べました。中共が2005年に制定した反国家分裂法の中で、最も注目すべきなのは第8条です。同条は3つの場合に、政府が非平和的な方法及びその他の必要な措置によって国家主権と領土保全を守ることを明示しています。この3つの場合はそれぞれ
台湾が中国から分裂されるような重大な事変が起こった場合、台湾が中国から分裂されるような重大な事変が起こりそうな場合、平和統一の可能性が完全に失われた場合です。そのうち最後の平和統一の可能性が完全に失われた場合が最も重要であり、つまり中共は平和統一が不可能だと判断すれば、いつでも台湾を武力で侵犯することができます。したがって中共の武力による台湾侵犯の可能性を軽視してはならないのです。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。